熊谷市、ゆうゆうバスは、埼玉県熊谷市が運行する、コミュニティバス。全級系統を、民間乗り合いバス事業者3社に委託運行している。旧熊谷市のコミュニティバス、ゆうゆうバスと、旧大里町の廃止代替バス、ひまわり号が、市町村合併により統合され、ルート変更、新設を経て、現行路線に至る。熊谷駅南口、加原駅南口、 熊谷スポーツ文化公園、熊谷市役所、目沼行政センター、大里行政センター、河南行政センターなどを結ぶ路線を束ねたもので、ある。旧熊谷市、悠々バス旧熊谷市、悠々バスは、ブルーのバス武蔵富ト号、ピンクのバス、桜号の2系統が運行されていた。1994年7月20日にオープンした屋内プールのオープンを機に、 翌7月21日に試験運行を開始した、無料の熊谷運動公園送迎バスがあるうつとなる。この送迎バスは、熊谷駅方面を回る東コースと籠原駅方面を回る西コースが設定され、共同観光バスに委託されていた。1997年7月、市内循環バスの試験運行を開始、東側3コースと西側2コースが設定された。 1999年10月1日、100円均一運賃を設定して有料化し、ルート変更した上で、秩父鉄道観光バスへの委託に変更、正式運行開始となった。2000年4月、新車両に代替。愛称、悠々バスは、この際に市民公募により選定された。2005年4月1日、さらに、旧熊谷市、旧目沼町、 旧大里町の合併決定に伴って改正を行い、ブルーのバスム蔵富ト号の起点と終点を結ぶ、延伸ルートを循環バスのなかった旧目沼町を経由で設定して、循環路線化し、武蔵富ト号を半時計回りに、新設のグライダー号を時計回りに設定、現行ルートに変更となる。旧大里町ひまわり号旧大里町ひまわり号は、 熊谷駅南口を大里町役場長島記念館を結んでおり、旧大里町民の生活の交通手段となっていた。かつては、東武鉄道直営時代の東武バスが運行する、熊谷駅北口と、旧大里町駅を結ぶ路線バス、熊谷駅、大里吉見線があったが、利用者源により廃止された。生活の交通手段だったバスが廃止されたのは痛手で,で、旧大里村が、 自主運行で、村営バス、ひまわり号として1994年4月より運行を開始した。後に、町内の観光バス事業者北斗交通に運行を委託している。2005年4月1日、旧熊谷市、旧目沼町、旧大里町の合併決定に伴い、北斗交通を運行主体に変更した。なおひまわり号は、埼玉県より、 市町村廃止代退化仕切りバス路線確保、対策費補助金の交付を受けており、現在でも続いている。つまり、ひまわり号は正確には廃止代替バスである。旧熊谷市、旧目沼町、旧大里町の合併に伴い、2005年10月1日より、旧熊谷市、悠々バスに、旧大里町、ひまわり号が統合され、現行の体制としてスタートした。合併後は、 2009年度から2010年度にかけて開催された地域公共交通会議での協議と熊谷市地域公共交通総合連携計画のパブリックコメントの募集を経て2011年10月1日より現行路線を一部変更また新規に2路線を追加し国際中央交通に運行委託した2014年4月1日桜号グライダー号 武蔵富予号の運行会社が、秩父鉄道観光バスから共同観光バスに変更され、一部ルートが変更された。2018年10月に、これまでのグライダー号、武蔵富予号が同じ区間の時計回りと半時計回りの関係だったのをやめ、桜号も含めて、区間の分割や変更を行い、新車両も活用して、 路線を新しく作り直すレベルの大規模再編を実施。2018年10月1日路線再編。2020年9月1日路線追加。悠々バス時刻表を元に作成。各時刻表に黄色で示された停留所を途中主要経営地として記載。2019年10月1日から2019年12月31日の試験運行を経て、 2020年9月1日より本格運行開始主な経営地を記載いずれの路線も朝、夕夜間を中心に一部区間をショートカットする便がある。詳細は時刻表を参照。第1系統桜号、第2系統グライダー号、第3系統武蔵富代号、第4系統ひまわり号、第5系統ホタル号2011年10月1日運行開始。 第6系統なおざね号2011年10月1日運行開始。2018年9月1日現在、日のポンチョを使用している。2018年10月1日の再編時から運行開始したグライダーワゴンではワンボックスカーのトヨタハイエースを使用。共同バスの代車による運行例路線ごとに公募により、 市が選定したデザインの施された専用車両各1台を各運行事業者がそれぞれ所有し毎日運用しており予備車は用意していないそのため修理点検などで使用できない場合の台車は各社が汎用的に用いる一般車両に UU バスのステッカーを貼り付けるなどしているまた熊谷市はラグビーワールドカップ2019開催地の一つであるため 2017年より、専用車両はすべて希望ナンバー、2019のワールドカップ特別仕様ナンバープレートに変更されている。秩父鉄道観光バス時代の車両をいずれも秩父、鉄道観光バス、行田自動車営業所に所属。旧ひまわり号 UU バスとは別に、熊谷市が企画して、紫陽花の季節に毎年運行される、無料観光シャトルバスがある。 籠原駅と目沼地区を往復する。ありがとうございます。